はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井竜王の圧倒的な強さと渡辺名人のこの謝罪ツイートが話題となった名人戦第2局をできるだけ初心者の方でも分かりやすいように解説させていただきたいと思います。まず渡辺名人は対局直後のツイートで、名人戦第2局64手目に8六歩としなかったのを後悔していて、穏やかな順でも自信がないと感じていた中で2六桂という一番強い手で来られたので、もうダメにしていると思って勝負どころが残っていたことに気がつきませんでした。最後まで戦うという当たり前のことができなくてすみませんと、そういったお話をされておりました。感想戦の中でもおっきり折れてしまったと、そういうお話をされておりましたので、やっぱり相当3勝17敗という対戦成績の重圧、そして今までの圧倒的な藤井竜王の実績と強さっていうものが名人を諦めさせてしまったのかなと思いました。ちょっとやっぱり藤井竜王がトラウマ級に強すぎて、渡辺名人もあまりメンタル的に良くない状態に追い込まれていたかもしれません。ちなみに皆さんもご存知だと思いますが、名人戦第1局終了後のツイートでは、実戦で完敗し、さらに感想戦でも圧倒的な藤井竜王の読みの量を見せつけられて完敗した渡辺名人がえぐいよなぁと、率直な心情をツイートしたことが大いに話題となっておりました。個人的な本局の一番のハイライトシーンはやはり67手目ですね。今後手の渡辺名人が2四香車と打ったところになります。これが非常にうまい手で、もし勝っていれば勝着となるはずの手だったんですが、藤井竜王が凄まじい切り返しを見せて、逆に敗着級の一手になってしまったという展開でした。次、例えば先手が何もしないでいると2七香成と飛車と角の両取りになられてしまうので、何か受けないといけないんだろうなと思っていたんですが、例えばここから2六歩と受けてしまいますと一歩なくなってしまうのが非常に痛く、8九竜と王手されて先手が負け筋に入ってしまいます。以下7九金と引いて9八竜となった局面で、歩があれば9九歩と打って竜を解かせるんですが、あいにく歩がないので、次の例えば何もしないでいると9六桂と打たれて8八桂成という手が致命傷になってしまうんですね。こういう筋がありました。ということで2六歩と受けるとたちまち先手が負けになってしまいますし、かといって放っといても2七香成があるので後手の攻めが決まったかに見えたんですが、なんと藤井竜王はここから香成を無視して逆に6三香成となっていきました。これが凄まじい一着で一気に先手有望となりました。私も視聴者さんと一緒に観戦していて、ソフトが6三香成を示していたのは知っていたんですが、まさか人間はやらないだろうと、そんな話をしておりました。ところが藤井竜王、人間超えてますね。やっぱり渡辺名人もまさかこの2四香車に手抜かれるとは思わなかったと、そういうお話を感想戦でされておりました。この6三香成が入って一気に先手が有望となります。とは言っても2七香成とされて飛車角両取りをかけられて先手が困ったかに見えるんですが、ここから藤井竜王はわずか2分考えただけで2六桂馬という一番強い手で切り返していきました。これが渡辺名人がツイートした局面ですね。穏やかな手でもダメだと思ったが2六桂と一番強い手で来られてダメにしてしまったと思ったと、そういうお話をされておりました。ところが、AI に検討させてみるとほとんどこの局面実は互角で、まだまだ勝負どころがあったというところですね。やっぱり過去に刻みつけられた藤井竜王の圧倒的な強さというトラウマが名人に諦めの心を抱かせてしまったのかなと個人的には思いました。実戦は渡辺名人がここから2五金と出ていきます。飛車取っても角取っても3四桂と守りの要の金を取られて、さらに5三の銀も取られてしまう形なんで、それは後手が負けだったんですが、2五金が最善手で、まだまだ後手も戦える局面でした。ただ藤井竜王、ここからわずか1分で1四桂と跳ねていきます。やっぱりこう2六桂とか1四桂とか、難しい手を大して時間使わずに指されてしまったことで、名人としても
読み切られてしまったのかと、もしかしたらそういう心理状態だったかもしれません。例えばこの1四桂と跳ねる手に30分ぐらい使っていたら、名人もあ、これは読み切れてないんじゃないかと、まだいけるんじゃないかって、多分そういう心理だったと思うんですけど、やっぱりその辺も藤井竜王うまいですよね。藤井竜王って本当に将棋の強さだけじゃなくて、勝負師としても超一流の領域にあると思います。ということで、実戦は渡辺名人が藤井竜王に釣られるようにわずか2分で3三玉という敗着を指してしまうんですが、ここでは1四同香と取っていたら非常に難しいという局面だったようで、感想戦でも触れられておりました。ちょっとここからは初心者向けの内容ではなくなってしまうんですが、感想戦で触れられていたのは、同香と取って以下、8九竜とする手ですね。ここで7九金と引くと7七桂打ちと打って5九玉に8八竜と銀の方を取る手が好手で、同金に1八成香として、これは後手がいけそうですねと、そういうお話をされておりました。ちょっと難しすぎるので感想戦の手順だけ少し並べさせていただきましたが、実際はここ7九金ではなく7九銀という好手もありまして、これなら非常に難しい状況だったようです。昨日の動画でも少しやらせてもらったんですが、例えば7七桂打ち5九玉に一例として3三玉と早逃げする手があるんですが、そこで1号車という、まさにもし実戦で現れていたら神の一手と言われたであろう一着がありまして、これはむしろ先手が有望と、そういうお話をしたんですが、もしかしたら藤井竜王実戦だったら、この手順見つけていたかもしれないなと、そんなことを考えておりました。ちょっとこの辺はあまりにも難しすぎるので、また別の機会に触れさせていただきたいなと思いますが、とにかく1四同香と取っていれば、若干先手に分がありそうという AI の見解はあったものの、まだまだほとんど互角で勝負どころもあったようです。わずか2分で3三玉としてしまったというところに、やっぱり相性の悪さとか、この藤井竜王に対する圧倒的なリスペクトとか、そういったものを感じました。そして最後の局面、渡辺名人が2七角と王手飛車取りをかけたところで非常に痛そうに見えるんですが、藤井竜王は3八銀打ちとしっかり守りを固めまして、そして1八角成と飛車を取られたところで3四歩とカウンターを決めて、渡辺名人を投了に追い込みました。ただの歩の王手じゃないかって思うかもしれないんですが、これが非常に厳しいんですね。名人が投了するぐらい厳しい一着です。2四玉と逃げると手順に2五歩と金を取りながら王手をかけられてしまうので、取るしかなさそうなんですが、そこで6一角という手が非常に厳しいです。合駒に香車とか桂馬があれば、この辺に打っておいてむしろ後手が有望だと思うんですが、あいにく合駒に打てるのが飛車しかないんですね。歩とか打ってしまうと2歩で反則負けになりますんで、結局ここに飛車打つかここに飛車打つかという自国のような2択を迫られてしまいます。また王様これかわすと、もちろん2五角成とこれで詰まされてしまうので、また3三玉も3四飛車でこれも詰まされてしまうということで、結局詰まされたくなかったら飛車を打つしかないんですが、ちょっとこんな手は打っても勝ち目がないので、渡辺名人3四歩の段階で全てを読み切って投了したというわけですね。ちなみに6一角に例えば4三飛車とそれでも飛車を打った場合の勝ち方、一つご紹介しておきたいと思います。これに対しては2五歩と取ります。で、先手玉は成香で迫られているようなんですが、後手は持ち駒が歩しかありませんので何もできません。例えば一例として3六歩みたいに、繋いでくる手はあるんですが、2六金とがっちり縛りまして、3八成香同銀3五銀と粘ろうとする手に対しましては、普通に4三成香と取っておけば同銀3五金同玉4三角成と、全く難しい手を指さず、ただただ駒を取るだけで先手が必勝形になっていくということですね。次これ2七銀打ちと縛る手もありますし、
三々飛車と後ろから攻めていく手もありますし、後手は完全に収拾のつかない格好となっていきます。ということで渡辺名人、この3、4歩の段階で全てを読み切って投了したということですね。藤井竜王の圧倒的な強さが光った名人戦第2局でございました。そして圧巻だったのが対局終了後の感想戦でした。今55手目、藤井竜王が3七同角としたところなんですが、実戦は渡辺名人が9六香車と端を攻めていい勝負が続いていきました。ところが藤井竜王はここで3五桂と打つ手を示しました。まさかこんなところに打つ手があるなんてという感じで、渡辺名人も本当に驚いたリアクションしてました。え、桂ですかみたいな感じですね。そしてこれって次2七桂成を狙っているんですが、3六銀と逃げて一見大したことがないように見えます。ところがここから4五金と守備の要に見えた金をアタックしていくのが継続の攻守で、これで確かに後手が優勢という形になっておりました。本当にすごい手順ですね。でこれ以下仮に同銀と取った場合、渡辺名人が同歩ですかって軽く聞いたんですが、藤井竜王はいや2七桂成でとおっしゃってました。一瞬後手は金をタダで上げてしまうんですが、2七桂成で飛車と角の両取りがかかって、確かにもうどっちを逃げてもどっちかが大駒が取られてしまうということで、しかも後手陣に大した攻めもなく、さらに4号の銀も銀取りに当てられてしまっているということで、はっきり後手優勢というわけですね。ということで4号金まで行くと収拾がつかず、後手が優勢な局面となっておりました。まずそもそも持ち駒の桂はできるだけ6号とか5号とか左の方で使いたいところだと思うので、まさか3号に打つ手っていうのは考えないですし、また3六銀と上がられて一見ダメそうに見えるんですが、そこで守備の要の金を4五金と攻撃に使う手があるっていうのは本当に凄まじい手順ですね。もし実戦に出てきていたら渡辺名人の会心譜になったかもしれないと、といった局面でした。よくソフトの読み筋には出てくるけど人間はまあやんないだろうなと、そういう手順があるんですが、藤井竜王の場合は実戦とか感想戦でそうした手順をバンバン決めてしまうので、幻で終わるはずの妙手が現実世界でどんどん出てきてしまうんですね。本当にやっぱりそれは誰も人類勝てないだろうなと改めて思わされたワンシーンでした。やっぱり香車打たれて、そうですね、飛車角両取りを放置するとか、もう考えられないような手順をやって名人の心を折ってしまった、そんなすごい棋譜だったと思います。ここですね。いやーでも本当にここで飛車角両取りをかけさせて2六桂と切り返すっていうのはちょっと信じられない、今見ても信じられない手順でした。まあ、2六桂 AI でも見解が分かれるところで、例えば朝日新聞社様の AI は藤井竜王がちょっと良しと出ていたんですが、アベマさんは藤井竜王が良しとか渡辺名人が良しとか、2点3点読ませるたびに評価値が2点3点していくという状況で、水晶も最初は2六桂に対して評価値ちょっと渡辺名人が良しという評価を下していたんですが、じっくり読ませていくと藤井竜王が良しに変わっていくということで、その手をたった2分で指した藤井竜王、一体どこまで読んでいたのかなと、その底知れない強さを垣間見たような、そんな局面でした。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひ高評価いただけると幸いでございます。それでは失礼いたします。